はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、合格するために一番重要なことをお伝えしたいと思います。確かに合格するためには一つだけ、今からお伝えする内容だけ分かって実践できたとしても、正直難しいです。合格するのは難しいんですけれども、一つだけと言われたら、これだろうっていうものを今回お伝えします。もちろん、勉強時間も作って勉強する。また、合格したいという意欲っていうかな、気持ちを持つ。これも重要です。ただ、一つって言われたら、もうこれにつきます。それは何かというと、もう結論は、勉強法を知ることなんですね。勉強法を知ること。勉強法を知っていれば、もうそれで合格できます。逆に、勉強法を知らなかったら、合格できません。もうこれは私自身、実感したことなんで、私自身の体験談も踏まえて、お伝えをしようと思っています。実際頭がいい人悪い人っているじゃないですか。で、私が思う頭がいい悪いっていうのは、頭がいい人っていうのは、もう一回勉強したらそれで頭に入る人。これ頭のいい人って私は考えてます。一方、頭が悪い人っていうのは、何回もやらないと頭に入らない人が頭が悪い人。だから、私も含めて多くの人が、頭が悪い人に分類されるわけなんですよね。でも実際いい大学行っている人、難関資格合格している人、みんなが頭がいい人かっていうと、そうじゃないんです。ほとんどが頭が悪い人なんですね。頭が悪い人は今言ったように何回も勉強しないと頭に入らない人なんですね。つまり、この頭がいい悪いの差じゃないんですよ。合格できるかできないかっていうのは、ここの差ではなくて、何なのかって言ったら、情報の差なんです。情報っていうのは、勉強法です。合格するための勉強法を知っているか知らないかです。難関試験合格する方、東大行く方、京大行く方、情報があるんですよ。そこに合格するための勉強法を誰かから教えてもらっているんですよね。例えば自分の親が医者だった場合、その息子さんとか娘さん、医者になる実力を持っている方、それぐらいの点数を取れる方、非常に多いんですよ。で、それっていうのは、親からやっぱ教えられている部分があったりとか、また、親の知り合いとかで、そういったことを教えている人がいる。例えば、この塾いいっていう情報を持ってたりとか、ここの塾に行けば、いい大学行けるとか、いう情報がやっぱあるんですよ。そうすると、その息子さんや娘さんっていうのはその塾行きますよね。そしたらもう必然と勉強法を知ってそれやるわけだから点数上がってくるのは当然なんですよ。一方で私っていうのは、そういった情報がない、世界だったんですね。私の周りでもめちゃめちゃ頭がいい人はいなかったし、私の親の周りでも別に頭がいい人いなかったんですよ。だからそういった情報回ってこないんですね。回ってこないから、とりあえずもう勉強するしかないです。で、私自身は勉強嫌いじゃなかったんで、勉強はするんですよ。してました。勉強したらそれなりに点数取れる。だから結果がね、目に見えてわかるから、意外と楽しかったんで、比較的勉強は好きな方だったと思います。だから勉強するの苦じゃなかったし、試験も、2週間ぐらい前から試験勉強とかやってました。定期試験。だから、比較的、いい点数取れてたんですね。めちゃめちゃいい点数はやっぱ取れなかったんですけども、それなりにいい点数取れてました。それなりにいい点数取れていたので、ずっとその勉強をやってたんですね。で、中学校、高校って行きました。で、高校でも私自身は国立大学に行きたいって思ってましたので、早い時期から勉強を始めたんです。高校2年生の秋から勉強を始めました。で、これなぜ高2の秋から勉強を始めたかっていうと、先生が高2の秋から勉強を始めれば国立大学行けるよって言われたから勉強を始めたんですよ、その時期から。周りは誰一人受験勉強はしてないです。定期試験のね、勉強はしますよ。受験勉強、大学受験の勉強はしてなかったです。私だけやってました。だから私としては、先生に言われた通りやってるから、合格できると思ってたんですよ。だからめちゃめちゃ勉強してました。もう毎日、もう3時間とかね、高2の秋からやってるわけなので、他の人よりも、初めは点数良かったんです。でも結果どうだったかっていうと、点数取れなかったんですよ。国立行けませんでした。地方の国立さえ行けなかったんです。で、私はなんで合格できなかったのかわからなかったんですね。わからないまま、とりあえず一つだけ私立滑り止めで受けていて、そこしか受かっていなかったから、もうそこ行ったんですよ。行ったらですね、そこですごく、私自身人生を変えるような出会いをしました。その方の名前、名前言ってもいいと思うんですけども、長谷川さんっていう方なんですね、長谷川さん。で、その方っていうのはもうめちゃめちゃ頭がいいんです。
私は18歳で大学、その私立大学に入学しました。で、その方は当時24歳だったかな。もう一回就職をして、まあいろいろ理由があって、キャンパスライフを楽しみたい、大学生活を楽しみたいということで、たまたま、受験の日程があった私と同じ、まあ近畿大学っていうところなんですけども、近畿大学に入学しました。で、たまたまクラスが同じだったんです。で、私は勉強好きだし、その当時、ちょっとノーベル化学賞っていうのが3年連続で日本人に取っていたので、ノーベル化学賞を目指してたんですね。だから、化学の授業、先生の目の前で授業を聞いてたんです、ずっと。で、実際私のその、学科っていうのは勉強する人ほとんどいないんですよ。もう数人なんです、本気で勉強する人って。だから、まあ、その人からすると、私がいつも先生の目の前で授業を聞いている、この光景がすごく不思議だったんですね。その人も勉強する気ないんで。でも、めちゃめちゃ頭いいんですよね。長谷川さんはめちゃめちゃ頭いい。でも、別に大学に勉強するために来てるんじゃなくて、大学生活を楽しむために来てるっていう目的が違うんですよ。でも、ずっと目の前で、授業を聞いていて、勉強している、僕のことをすごく気にしてたんですよね。で、なんで一番前でね、勉強してるんだと。もっと大学生活楽しまないのかっていうことを言われて、いやいや、僕はノーベル化学賞を取りたいんだっていうことを伝えたんです。そしたらその人が、じゃあどんな勉強をしてるのっていうことを聞いてきてですね、こんな勉強をしてるって言ったら、そのやり方じゃ絶対にノーベル化学賞を取れないよと。もう全然点数上がってこないよって言われたんですね。で、初めはその人のことあんまりよく分かってなかったんで、なんでこの人に言われなきゃいけないのかって思ったんですけども、いろいろ話聞いてみると、この人がめちゃめちゃ頭がいいってことに気づいたんですね。まあ、いろいろ教えてくれたんですけども、その方っていうのは、京都大学を、専門、京都大学を目指す人たちを専門とする塾の講師だったんですよ。だから、めちゃめちゃ頭がいい人だったんですね。じゃあなんでその人が近畿大学みたいなとこ来たのかっていうのは、ちょっといろいろ話すと長くなるので、そこ省略するんですけども、まあ、すごくめちゃめちゃ頭いいと。いうことで、まあ、それ分かったから、もうその人に勉強を教えてもらおうと思ったんです。で、教えてもらうためには、大学受験をしなきゃいけないんですね。まあ、大学受験を目指す勉強なら、教えられるっていうことで、もう一回大学受験、受け直しをしようって決めたんです。で、教えてもらいました。そしたら全然勉強法違うんですよ。その人が言う勉強法、私がこれまでやってきた勉強法、もう全く逆と言っていて、いいほど逆なんです。私がやっていた勉強法っていうのは、国立大学を目指すんだから、それなりに難しい問題やんなきゃいけないよね、っていう風な理解だったんですよ。だから、人よりも難しい教材使ってました。一方で、その人の勉強法っていうのは、いやそんなもん使わなくても合格できるよと。たった一冊のワークですよ。なんだろう、すごく簡単な、授業が終わった後にやる、宿題レベルの、薄い、問題集、これだけで京大行けるんだよって言われたんですよ。で、私は何を言ってんだこの人と。長谷川さん、こんな本で京大なんか行けるわけないでしょって言ったんですけども、いや、これだけで合格できる、私和樹って言われたんですけども、和樹がやっている勉強法では行けないよと。なぜかって言ったら、このワーク和樹は解けるかもしれないけども、理解してないでしょって言われたんですよ。で、そう言われてみたら確かにそうなんですよ。例えば二次関数っていうのがあって、二次関数問題は解けるんです。解けるけども、二次関数ってそもそもどんなものなのかっていうところは全然理解しなかったんですね。そんな勉強法を教えてもらったことないし、そんなやり方をしたこともないんですよ。だから、その長谷川さんが言ってるのは、その本質的なところを理解しろって言われたんです。もう今でも覚えてるんですけども、本質的なところ、本質をつけと。本質を理解しろということをずっと言われたんですね。問題解ける解けないはどうでもいいと。後々解けるようになるから、まずは本質理解しろって言われたんです。で、この二次関数はこれが本質だってことを教えてくれたんですね。で、まあ三角比はこれが本質みたいなことを教えてくれてました。もう今はもう覚えてないんですけども、重要なことはやっぱ本質だったんですよ。で、そこを勉強して、やる問題はすごく簡単な問題です。ワークです。もうそれしかずーっとやってなかったんですよ。その長谷川さんから教えてもらった時の、内容っていうのはそればっかしか教えてもらってないんです。そればっかしかやってないんですよ。にもかかわらず、点数がめちゃめちゃ伸びていったんですね。もう自分でも不思議だったんですけども、こんなんで合格できるの?みたいな。まあ、結果的には、国立大学の中堅レベルの国立大学受かりました。
センター試験もそれなりに良かったんですね。まあ一次試験ですよね。大学受験の一次試験も比較的良かった。国語だけ悪かったんですけども、その他は8割5分以上取れてたんで、相当良かったんです。で、やっぱりその時思ったのは、結果的には、その勉強法を知ってるかどうか、もうこれなんですよ。もうこれに尽きるなって思いました。で、実際弊社レトスの受講師さんの中でも、中卒の方いらっしゃったんですね。中卒の方いらっしゃいました。中卒だから、分数計算とか、まあ、報酬の計算、いわゆる消費税の計算とかができなかったんですね。その当時は、8% だったと思うんですよね。税金が、消費税が。8% だから計算ちょっとめんどくさいんですよ。で、その人はもうできないっていうことで、もう消費税とか、報酬計算飛ばしてもらったんですね。だから、分数計算、報酬計算、もうこれが出たら飛ばしてください。で、その他のところで取りましょう、みたいな感じで、勉強していただきました。で、勉強法、やり方もお伝えをして。で、これについて分かんないっていうのであれば、考え方も教えて。そうすることで、たった3ヶ月でその人合格したんですよ。たった3ヶ月ですよ。中卒の方で、中学校もちゃんと勉強していない方であったとしても、勉強法を知って、それを実践するだけで、たった3ヶ月で合格できたんですよ。実際、初学者、初めて勉強する方で、4ヶ月間で合格する方は、それまでも、いたんですけども、3ヶ月はその人が初めてで、まだ未だに3ヶ月でね、一発合格したって方は、まあ、いらっしゃらないです。まあ、2回目で合格するっていうのはありますよ。3ヶ月で2回目で合格するっていうのはあるんですけども、初学者で3ヶ月は初めてだったんですね。つまり何が言いたいかっていうと、今お伝えをした勉強法を知っていて、あと勉強時間を作れて、それなりに合格したいという意欲があるのであれば合格できるってことなんですよ。つまり考えるべきことって何かって言ったら、この勉強法を知るためにどうしなきゃいけないのか、これを考えなきゃいけないって話なんですね。単に勉強してるだけではテストで伸びてこないんですよ。今はインターネットがあります。本もたくさんあります。なので、そういったところから合格するためには何が必要なのか、どういった勉強法を取り入れなければいけないのか、いろんな情報あります。中には、これどうなのっていうのも私自身見ててあるんですけれども、あなた自身がこれ本質ついてるなっていうのであれば、それをぜひ実践してみてください。特にこれまで勉強していて、一回でも落ちたっていうのであれば、その勉強法は間違ってるので、それとは違うやり方をしているやり方ですよね。勉強法。それをやっていった方がいいと思います。同じような勉強法なのであれば、それは合格できませんので、同じような結果にしかならないです。だから一度でも失敗しているというのであれば、違う勉強法をやっている情報の中で、あ、これ本質ついているなと思ったやり方、これをぜひ実践していただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導では理解をしながら学習する、理解学習を中心とした勉強です。丸暗記学習じゃなくて、理解すべきところはきっちり理解するっていう勉強法なんですね。で、この理解学習については別途動画ありますので、そちらご覧ください。動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またこの動画の最後にも、このあたりですかね、このあたりに動画出しておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。もしあなたが絶対合格したいというのであれば、合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。お申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。あなたの受講をお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。